うちの祖母がですね、お正月、1月の3日に、あの、新宿で会食をしたんですけども、お年玉をくれたんですよ。昔はね、私があの自分で作った、作ったり自分であの買ってきたお年玉のポチ袋をね、えー、渡してたんですけども、あの、小判の形をしたね、銀ギ,ギラのこういうやつ。これ、これあの、ドラえもんじゃなくて小判ね。裏側にこういう,ふこう袋が付いていて、えー、それをこう私の祖母にあげていたんですが、あの、ま、 今回はね、祖母があの用意してくれました。あの、うちの祖母については YouTube に過去2回出てますんでね、えー、函館にあの新幹線のグランクラスに乗って行った時とですね、えー、それから、えっ、ー、と、トランスイット式まっていうね、あの JR、なんかどっちもこう妙にあの、金を使ったこう変、 あの、変に豪華なって言ったらあれなんですけど、あのそういう旅行にばっか連れてっちゃってね、あの本当は普通の旅行に連れてってあげたかったんですが、あの <laughs> こうなこうな、なんかここうう、なんか変に豪華だねとか言いながらねあの一緒に旅行してましたけど、あのお年玉くれましたね。中身はね、1000円でした。あの 何て言うんですか、1000円もらって、じゃあ、こう、まあ、私の普段の生活に1000円があるかないかっていうのは、まあ、そんな大きな差ではないんですけど、でもね、やっぱこう、お年玉今でももらえるっていうのは嬉しいですよ。で、それからあとは、あのお年玉がね、 えーまあ、その時ちょうどその1000円っていうのは、えーまあ、私その時会社の金しか持ってなかったんですけど、ちょうどその後ね、その1000円がね、えーこう、自分の会社の経費として払うんじゃなくて、なんか自分の個人として使わなきゃいけない、なんか自販機で飲み物買ったかなんかね、そういうやつで、あのその1000円がねあの、生きたんですよ。だからあの、すごい助かるいいお年玉をもらいましたね、えー、こういう感じですあの。来年も楽しみにしております、えー。どうもありがとうございました。